白菓子は、ブナカコナラ属の常緑鉱木、いわゆる菓子類の一種である。和名の由来は、材が白色であることから名付けられている。別名、菓子、細葉菓子とも呼ばれ、樹皮の黒さから黒菓子の名もある。日本の福島県、新潟県伊勢の本州、四国、九州、朝鮮半島南部、中国に分布する。 産地に自生するが、主に、関東地方の商用樹林帯に多い。商用樹林の構成種ではあるが、この森林帯の北限付近で多く見られる。本州南岸以南では、数が少ない。上緑紅葉樹の高木で、樹高は20メートルほどに成長する。樹皮は緑色を帯びた黒色や暗灰色。表面は、割れ目がなく滑らかであるが、皮目は縦に並び、次第に荒れて、 ざらつくようになる。若枝は暗緑色。葉は五星子、4から13センチメートルの長楕円型から、強長楕円型で、葉芯は角質で厚い。上半分の円には巨芯があり、表面は濃い緑色で、艶があり、裏面は白っぽい薄い緑。裏白菓子のように白いわけではない。芽吹き始めの葉は赤みを帯びている。牡蠣は4から5月。 死ゆ同種。尾花は六から九センチメートルの上花序で、幾葛色。芽花は、数花を上向きにつける。果実は、喧嘩で、株は、角土に包まれ、その年の十月から十一月頃に熟す。唐賀は長卵形で細い毛があり、葉の付け根につき、蝶賀は、頂き側賀を伴ってつく。ガリンは、タスウーあり、ガリンの先端は、アンカ色に色づいている。 陽根は半円形や楕円形で、いかんタバコンは3から5個付くか、不明瞭である。また、陽根がある。1年を通して、緑が楽しめ、防風林、生垣、公園樹、街路樹、庭木などの植栽によく使われる。常緑紅葉樹の中でも高さに比べて、幹は細く、狭い空間で使用した場合圧迫感を与えない。材は硬くて重く。 弾力に富む性質がある。器具、焚き木にするほか、木刀の材料になる。葉は、裏白菓子と同様の血石溶解作用があるとして、民間薬として服用される。ありがとうございます。